本日もジムでトレーニングなう？えらいね。ゆっくんも今日ピラティスどうしようかなと思ってる。ちょっと疲れてるの、ゆっくん。ジムでトレーニングって毎日行ってる？ゆっくんは収録では行こうとしてるんだけど。でもやっぱ疲れるよね、毎日行ってたら。こんにちは、りんたろうくん、お団子ありがとう。今日早起きして友達と朝活行ってきたの。また高校時代の友達に会って、こんにちは。インスタのさ、ストーリーを見せてもらったの。今高校時代のインスタ消しちゃったからさ、 NNB に入るときに。だから自分は全然見れないんだけど、その友達が持ってたやつでユナが写ってたやつ見せてもらった。なんか面白かった。また機会があったら見せるね。なんか今よりもちゃんでっくん、なんかありがとうございます。今より元気だった。新しい人にいて勝手にしゃんげあげ、ゆっくんもだよ。でもちょっとサイズ小さかったかもしれない。靴ひもどうやって結ぶのか、僕らは知らぬ間に覚えてたけど、ひたさくらありがとうございます。こんにちは。誰かに教わったわけじゃないんだろう、不器用に。内田つくん、さくらありがとうございます。さくら、さくら、今咲き誇る刹那に散りゆく。顔が赤い？ほんとかにゃ。リップいい色だね、今日。うん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 。うんうんうん。旅立ち。せいとつっちゃんの写真はもう最悪。こんにちは。もう一度撮れるもんなら撮りたいで。南部かけさん、さくらありがとうございます。団子も、お団子もありがとう。ヤナアイドルに入ってなかった、何してた。すごい質問。あ、けど多分してないけど、バスガイドさんかわいいな。バスガイドさんかわいいというか、バスガイドさんちょっと楽しそうだと思ってましたけど。こんにちは。今はね、もうあの芸能界しかなんか就職は絶対できないだろうなって思うから。こんにちは。今歌って踊るの好きやから、一生続けてたいと思ってる。こんにちは。
高校生の頃、髪がヘルメットみたいってあかりちゃんに言われても、それはどんまいですね。りんたろうくんならもありがとう。だからいいな、あのこんにちは、ひーたろう団子ありがとうございます。こんにちは、今から昼寝します。眠とうって今日早起きしたから。しかもゆなさん早起きするって言ってもさ、やから目覚ましかけへんからさ、タバでさ起きちゃって、起きる1時間前に起きようと思ってた1時間目に起きて、なんか10分ごとごとにさスヌーズみたいな感じで起きるからさ、家の目覚まし時計だから全然なんか寝た気がしてないねんな。目覚ましなくても起きれる人やけど、目覚ましかけて寝たらめっちゃ安眠できる。りんたろうくん、桜ありがとうございます。だからちょっと、最近何の目覚ましだけちょっと封印しようかなって思ってる。しんどいから。さて、目覚ましかける労力のがマシやもん。こんにちは。今日も一回6時に起きて、それから、家8時に出ようと思ってたんですよ。6時、7時、6時、6時20分とか、6時半とか、6時40分、7時半、7時45分、8時でやっと起きたみたいな。6度寝ぐらいしてるんやけどな。こんにちは。寝不足クマやばいもん。そんなこんなで昼寝もせえへんから、あんまり。こんにちは。かりんちゃん、さくらありがとう。え、そうそう、ゆっくんすっかり朝方になった。寝る用意はもう21時からしだすんですよ。こんにちは。そしたら必然的に寝る。ゴロゴロする前に寝る用意をしちゃうねん。でゴロゴロしてたらさ、え、全然の夜型人間じゃないんだよ、全然。ティリンさん、さくらありがとう。10分ぐらいがいいんや。こんにちは。もう肌絶好調。ただ雲があって感じ。こんにちは。てかめっちゃこのさ、日当たりいいところで配信してるけど、めっちゃ焼けそう。考えたら、こんにちは。今年も焼けないように
今年もって去年とか全然日焼け止めだったり、全然さ、全然何も対策できてなかったから、今年からちゃんとする。中学生の時ぐらい、中学生の時めっちゃ日焼けしたくない欲が出て、もうどんな時も、ゆっくん下地も何も塗ってないもん。コンシーラーでちょっとクマ隠してるだけ。 こんにちは。天気悪いの？そっち。こんにちは。天気悪いの？もうピラティス休もう。 雨ほんまに疲れる。雨はほんまに疲れるのよ。なんか気分が。曇天ってどういう意味ですか？曇天って。こんにちは。てんてんどんどんてんどん。前髪上げてみた、どう？最近顔が痩せてくれたからさ、デコなしが似合う顔になってきて、なんか前髪ある方がイモく見えて。前髪ない方が可愛いなって感じ。なんかさ、前までさ、ここさ結構眉間にシワやっててんけどさ、美容針やりだしてからさ、なんかシワなくなったくないな。眉間のシワ、なんかここなんていう、血管っていうんかな、血管がな、平らになってきて。こんにちは。輪郭綺麗、ほんま？覚えてるかな、ユナのこの眉間のシワ。 覚えても。こんにちは。そう、眠そうな顔して、眠たいね。 眠いの。ほんまは16時ぐらいまで友達が遊べたから一緒に遊ぶはずやってんけど、もうなんかお互い眠いなみたいになって、帰るって。 こんにちは。じゃあランキング見ますね。13位クリオネさん、12位藤丸くん、11位清文くん、10位サワッチさん、9位アキパンさん、8位リリンさん、7位のりてつくん、6位なんばかっきょさん、5位りんたろうくん、4位江戸川くん、3位ちゃんでくくん、2位よっちゃむさん、そして8位はドゥードゥン、ひーたれでした。ありがとうございました。昼ご飯食べて、朝ご飯食べて、2時間後に健康食食べました。ひーたれにもうセリフ、3、2、1。ひーたろも一緒に健康食食べる？あーん。ありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。バイバーイ。